シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするタキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は月曜日ということで週始まりましたね。あっという間でしたですね。1週間ですね。はい、お疲れ様でございます。今日のこちらの方面、天気がよし。めちゃめちゃいいっすね。気温もですね、ここ何日かはちょっとあんまりそこまで急激に冷えてないという感じですかね。夜、そうですね、朝方とか夜はちょっと冷え込んでくる感じですけど、まあでも耐えれんことない感じですよね。はい、まあ雪とかも降ってませんし、ちょっと雨が降りました。はい、今日も降るとか言いながらも今日快晴ですね。はい、昨日、まあ夜ちょっと雨が降ってたから、ああそういえばもうメダカ増水するよねと思って、最近ちょっともうメダカ自体が見かけないから、貴重度かいなと思って、ちょっと昨日じっくり見ていたら、大きい容器と小さい容器に分けてあるんですけど、大きい容器はまあ活発なやつで、小さい容器はちょっとあまり動きがないというかね、っていうので分けてたんですが、小さい容器にダルマという種類のですね、ちっちゃい黒っぽい可愛らしいのをペアで入れてあったんですが、昨日ちょっと見たらいないんすね。と思って、でまあちょっともう大きいのに移そうということでちょっと移したら出てこなかったですね。やられてました。まあその何ですか、容器の近所にちょっと糞らしきものがあったんで、まあ言いましたかね、鳥なのか猫なのかわからないですけど、猫おるってんですね、うちの近くですね。いやー、やられとるみたいですね。はい、それだけやられとる。他のはそらわったんですけどね。いやー、ちょっともうなんか網かなんかしてたらいいよとか言ってたんですけど、まあ、結局網はしてもですね、そいつらもう外しますからね、もう本当にもうということで、だるまちゃんちょっといなくなりました。食べられましたですね。あー、せっかく可愛かったんですけどですね、もうなんかすごい残念でしょうがないなっていう感じで昨日は思ってたんですが、はい、まあ、今朝朝ね、今朝って朝見たんですけど、ちょっとこう魚影っていうか見えましたんで、あ、大丈夫かなっていう感じなんですが、で私が会社行こうかなと思って家を出たら猫がシュッて行ってましたね。ブワブワーって感じなんですけど、貴様がーとか言って分からんですけどね。どんな感じでした。はい、今日は、あ、そうか、バンキシャの吉野さん、朝歌は、あれはグローブからの川原ともみっていうことやったんですかね。はい、なんかちょっとやっぱ休み明けやから元気がなかったのかなとか思いつつ、はい、昨日はまた木こりって言ってましたね。はい、あれはあんまよう見てないな、いかんな、あれ何を炭を作るやじゃないよね、何を木を切ってましたけど、あれはなんか手伝いなのかな、なんかちょっとよう分かってませんでした。はい、またお忙しいですね。はい、土曜日はスノボして、日曜日は木こりと、いやークタクタで、さすがにライブとかするね、記憶もなく、やっとかな、やってないと思うんですけどね。はい、なかなか、まあ、ちょっと最近はおとなしめでありますですね。まあ、定期的にというか、まあ、ちょこちょこポストを必ず上げてはいらっしゃるみたいなんでですね。はい、まあ、そんな感じですかね。で昨日は夜は、ライブ、まあ、ポツポツやっぱ立ち上がってましたですね。マリさんもだし、サボシマさんもそうやし、トゲヤさんもですし、まあ、あと何人か、結構外国の方がね、上げてあったりとかするんですけど、いつの間にこれフォローしたんだなとか思ってですね。ちょっと知らない人がポンとライブ立ち上がったってもんって感じなんでですね。はい、しかも外人がわからんからですね。はい、一回ですよ、なんかどこの国の場所か知らないですけど、ライブ始めて、まあ、バーンとこう、着いたら、まあ、もう、すんごい話しかけてくるみたいな感じなんですよ、なんていうかわからんですけど、もう、なんか、
ライブ申請みたいなのもこうやってくるから、おい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 とかで、シャン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 、お前来い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 と思いながらこれはいくらだよ、グリルズいくらだよみたいな感じで言ってたから、うわこれもう嫌やと思って速攻消しましたですけど、なかなかあの外国の方は一生懸命ですもんね、積極的でですね、はい、もうちょっとゆっくり来いやって感じですけどお前が言うなって言われそうですかね、はい、まあ、そんな感じでした。昨日ちらっと、まあ、そのライブを見て行ってたんですけど、まあ、鹿児島さんもなんかちょっとポカブみたいなのも動画販売されてあったみたいだし、はい、あとはそうですね、あのトゲヤさんですかね、はい、サボテンとかを、販売されてる方なんですけど、昨日も結構安かったですよね、あのちょっとサボテンの名前は覚えてないんですけど、うん、2つで2000円とかとか、へーけど価値はちょっとわからないんですけど、手が届かない金額ではないのかなとかってね思いましたですね、はい、だって前回が国丸が2つで1万2000とかやったら、とかって言いましたよね、はい、結局誰もあのコメントが来なかったんで、高いか安いかもちょっとわからなかったんですけど、はい、安くないとか思いながら、はい、だ結構トゲ屋さんっていうのは結構皆さん人気があるみたいですね、はい、トゲ屋さんのステッカー結構貼ってる方いらっしゃるんで、うん、あのお店のステッカーって結構お店とか販売店の方の、ね、その方のステッカーって結構やっぱり重要じゃないかなとかって思うんですよね、はい、で、あ、でもある人はいやーとか言ったんですよね、はい、この続きは YouTube で。はい、パキパキさんのぼやき、アットパキです。はい、お疲れ様でございます。月曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。いや、ちょっと曇ってますね、今日。あー、曇ってきた。あー、いかがですね。こっちに、ちょっと、なんか、職場の方向かっていくに従って、だんだんちょっと雲が厚くなってきましたですね。コーラフルが。やっぱ今日雨降るんだ。そんな感じだよな。まあ、雨が降ればですね、そんなに冷えることはないので、はい、湿度は上がるからですね、はい、逆にね、ちょっとこうカラッとした方が寒かったりしますんで、まあ、今日もこんな感じなんかなとか思いつつ、はい、言っております。ただいまの時刻8時58分ということで、あと30分後に私、歯医者行かないかっていう。間に合うかいな。ちょっとこの位置で30分後に。会社に間に合うのかなと思いながら、ちょっと今向かっておる次第であります。はい。先ほどの、話の続きですね。はい。お店の方とか販売される方のあのステッカーの話なんですけど、もちろんバンキシャの吉野さんもステッカーありますし、ね、鹿児島さんもありますし、店員さんとかもありますし、あ、サイマンさんはないんかね、あの、ホープスペースのサイマンさんは、どちらのタグですかね、あれは見たことあったけど、ステッカーなかったですね、そういえば。ですよね。まあ、ある人っていうのは、マサさんですね。俺のネタ使うかとか言って言われそうですけど、やっぱつけた方が嬉しいじゃないですかって、いや、僕はやってもあんま嬉しくないですもんねって、あなたはねって。でも他の方からのマサさんが買った時にステッカーね、あのバンキシャの後ろなんか嬉しいですねとかでほらーとか言ってそれと同じよとか言ってでマサさんもなんか色違いのやつを作ったステッカーをね、あ、皆さんに、購入者の方に送られておりましたが、はい、喜ばれてたみたいですね、はい、そんなもんですよ。で、それ貼ってもらったらですね、宣伝にもなるし、ねえ、自分の、ね、なんかこう、何ですか、そう、植物見ればわかるんでしょうけど、プラスそういうの、あと、グリラクサ、ね、グリクリさんもステッカーありますもんね。うん、ああいうマークがドーンとあれば、やっぱどこで買ったかとか、あ、この人知っとるとか言って、認知度もやっぱ上がると思うんですよね。はい。結構庭吉さんとかのジムニーですか、後ろの
ガラスにですね、綺麗にこう貼ってあったりとかして、あんま貼りすぎてから車検通らんかもしれんですとかって言ったんですけど、あーかっこいいですよね。あの方はなんかすごいとてもセンスがある方でですね、うん、かっこいいと思います。皆さんも参考にされてみてください。さてあとどうでしょうか。ステッカーといえば、そうか、和歌山の兄貴もかなりの枚数作ったって言ったけど、あと何枚あるとかなこんなとこで言うなって言われそうですけどね。はい、まあどうでしょうか。1月ね、あのハムずっと始まって、今はもう終わろうかとしてるんですけど、昨日やったっすかね、ちらっと北九州の方で女子マラソン駅伝、なんか選抜なんとかあるんですね、毎年ね。で絶対の交通規制あるからですね、なかなか職場にたどり着けないというような感じなんですけど、まあ結構そういった行事もポツポツ入りつつも、でも昨日かわいそうだったですね。ちょっと雨が降りながらやってたからですね、走ってる人関係ないのかな。大変ですよね、もうなんかそういうスポーツする人っていうのはですね、本当そう思いますよ。はい、さて、あとどうでしょうか。はい、今日朝、ちょっと窓際マダガスカルですね、見てみたんですけど、なかなか、ええー、感じで日は当たってたんですが、やっぱちょっと光足りんかなって今思っております。で気温は11度とか、っていう感じなので、まあ寒くはないんですが、っていうところですね。はい。やっぱ光って大事だよなって本当思いますね。あのそうですね、メダカちゃんもそうみたいですね、適度にこう光を当ててあげていかんらしくて、まあ今年はちょっとメダカちゃんもちょっと可愛がる方向でやってやらないかんなとか思いつつ、やっぱ猫があるからですね、やっぱやられるやなという当たり前のことなんでしょうけどね、ちょっとそこ気をつけてやらないかんなとかと思っております。はい、さてじゃあ明日は火曜日ということでですね、はい、まだまだ始まったばっかりですけど皆さん、はい、ちょっと気合いは入れてやっていきましょうね。はい、じゃあ明日も頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日は終わります。お疲れ様です。てっけにじ。でっつてーん、でっつってーん、でんでんでデンデンデンつって、産まない卵。